っても多分やりませんよ、うんね、っていうのはなんでやるかということを多分米国で説得しきれない、うん、わこの自分たちのこの貴重なお金を沖縄のために何のためにやるかということをできないものを今日本がやってるというのは思いやり屋さんとかそういうようなもので行っている。だからそこがものすごく歪んできていると思います。つまりあの先ほど来ね、その親米属米政権があるということを再三僕の言葉ですけれども言ってきましたけれども、でアメリカの指示に従ってですね言われる通りにやってきたのかというと、日本におけるその支配的な保守勢力、親米保守勢力というのは肝心なところではアメリカの確かに意向に従うんですけれども、それを利用して いわばあの自分たちの既得権益を拡大させてきたという側面が、これは、まあ、官僚やその財界とか、はい、政治家とか、あるいはそれに付随するメディアとか、はい、含めたですね、はい、支配層の思惑としてですね、はい、いわばアメリカが外圧してくるからと、はい、アメリカの外圧を利用して自分たちの既得権益をでかくする、はい、簡単に言えば基地を作ることによってゼネコンが潤う、はい、その利権を自分たちで分配する、はい、こういった歪んでいびつなですね、あの構造があったということですよね。それはあの内氏がね、ニューヨークタイムズでこの外圧を使ってやっているというやり方っていうのは非常に良くないということを指摘してますよね、うんうんということを見ていくと、やっぱり今の沖縄の自治というものはどうにも不自然であり、これはそのアメリカの意向、 100% アメリカの意向ですらないんじゃないかと、つまりアメリカは日本がお金を出して作ってくれるって言うんだったらいいよと、うん、いいよと、うん、だけれども本当に自前でやろうと思ったら必要もないという話になってきて、そうするとこれ巡り巡ってあのやっぱりアメリカの問題、アメリカというものが非常に重要なファクターだということも分かったんですけど、もう一回巡りも言って、その意を受けてはですね、虎の意を借り狐のように振る舞う日本国内の、今までこの既得権をですね維持してきた勢力のですね、まあ、で言えば欲得とか利権とか、はい、そのあたりが動機になっている可能性っていうのはですね、これ否定できないって話になりますよね。非常に面白いのはね、今回、まあ、私自身は沖縄の過重な負担を避けるということで、ホームランというのを出したんですよね。あの首相の鳩山首相の指摘勉強会のメンバーとして、はい、長崎のホームランの、ホームランにあの移設するという案を、はい、出した、提案された、提案したわけですね。それでそれは私はその提案したのはこの移設案というのは多分米国にとってもプラスであろうと、こういうことなんですね。っていうのは、海兵隊っていうのは当然のことながら外に行くことを考える、海外に展開する、でそうするとそれはアメリカの船に乗って行くと、だから佐世保っていう港がある近くにあった方が米国にとってより便利だろうという、まあ、背景もあって、米国にとってマイナスではないんではないかというものがオール案の一つの、まあ、理由だったんですね。ところが、まあ、非常に早い段階で市会議員がこれは嫌だと言った。それでこれは官房長官のお話じゃないか、なかったかと思いますけども、今日本のどの県も受け入れるということは手を挙げる国はどこにもありませんと、日本の国のね、これはね非常に重要なことを言ってると思います。私は大きな流れでね、日本人っていうのは日本の国民の選択っていうのは大体間違ってないなかったと思いますね。大きな流れはね、その日本の国民がどこも受け入れるっていうことを言わないと、それはやっぱりね、その これを持つということの意義が言われるほどで日本のところに深刻でないってことを知ってるんだと思いますよ。ごくごく一般的な日本人の、日本国民が、はい、あるいはそのせいぜい市議会ぐらいのレベルでも、議員ぐらいのレベルでも、いらないという、我が町に帰ってきてほしくないし、日本に必要ないんじゃないかというふうにほとんどの人は思ってるんです。まあ、早い話はどこの国もいらないから、っていうことは、早い話は日本にいらないもんだってことですよね。そこに実はそこに
来てるんだろうと、うん、だからこの問題は、その海兵隊というようなものの役割、日本の役割というようなもの、これをどう位置づけるかということを考えさせる非常にいい機会になったと思いますね。だからまあ、このお話の一番の最初は、もう鳩山さんの思ってるような、県外移転というものがなかなかできないと、はい、こういうことで、しょんぼりされてると、はい、ということを、はい、それがまあスタートだったんです。長い髪をしてそこがスタートだったんですけれども、はいはいはい、実は私はこの日本の、ね、安全保障がどうあるべきかっていうことをね、検討するものすごいいい機会になったと思いますね。でもしもこの普天間のイシューが出てこなかったら、やっぱり日米安保体制の 現状がね、一体どういうものになってるかという議論はそんなにしなかったと思うんです。だけど普天間というものの出発点があって、そして誰も、ね、受け入れるということがないという状況がだんだん分かってきた中でね、じゃあ海兵隊って一体何なのかと、アメリカの基地っていうものがどういう役割を日本でやってるのかと、そしてその費用と効果というものを我々は見ていかなきゃいけない、うん、そしてもしもね、アメリカの存在というものが我々をちゃんと守ってくれないというものがあるならばね、実は日本独自でちゃんとやっていく必要があるんではないかという議論に行くわけです、はい、でその議論の、まあ、一番ちょっと具体的なことを言いますと、尖閣列島ですよね、はい、で日本の多くの方は尖閣列島というのはアメリカが当然守ってくれる、で今なぜ沖縄に海兵隊がいるかというと抑止力ということを言われている、その人たちもみんな、沖縄尖閣列島は守ってくれるとこう思ってるわけですよね。だけどこの人、一つだけ、まあ、ある事実を申し上げてみますと、1996年、モンデール、その時の駐日大使は、日米安保条約があるからといって、尖閣列島に自分たちの軍をやらなきゃいけないという義務はないんだということを言ったんですよね。でそれから何が起こったかというと、大変な騒ぎになって、アメリカの方はそんなことをモンデールは言ってないと、ということを言って、それで今基本的には我々は義務があるということを言ったんですよね。言ってまあ一見落着してる。そういうような状況があるんだけれども、これをもう少し考えてみるとね、面白いのは2つだけね、この考えてもらいたいのは、一つはね、もうアメリカは尖閣列島は日本のものと言ってないんですよね、うん、尖閣列島は中国と日本との間で争っていて、我々はどっち側にもつかないと言ってるんですよ ね。で、どっち側にもつかないと外交的に言ってる国にのためにアメリカの人を殺していいですか、うん、まあ、議会でも承認されないでしょうし、当然のことながらアメリカの国民の反発って大きいでしょう ね。これが一つね。で、まあ、要するに早い話が、日米安保があるからといって自動的に兵力を送り込むとか、そう紛争が起こってもいいですよ、ということにはまずならないというふうに考えながらしてるんですよ。これもう一つこれ言いますとね、はい、さっき、まあ、何回もこう繰り返してた2005年の日米同盟 の、はい、未来の件について、で、ね、うん、この文書で島の防衛は誰かっていうと日本の責任になってるわけですよ。そういう条約というかもう文書が日米間で取り交わされていて、はい、島の防衛が日本の義務であるというか責任であるとい う、はい、ということが書かれているという、まずほとんど日本人知りませんね。そうだから、はい、これをね、こう一つのシナリオを変えてみましょうか。仮に中国が攻撃するという時に中国が攻撃来るわけですよね、はい、そうすると自衛隊がまず立ち向かうんです、うん。